昨日、浜松市北区の工場から濃硫酸最大1000リットルが流出する事故がありました。専門家は安全かどうかは見た目で判断するのが難しいと注意を呼びかけます。こちらが硫酸が流れ出たという水路です。匂いや見た目に特に変化はありませんが、タニシや魚が死んでいます。濃度 90% 以上の硫酸、濃硫酸が流出したのは、浜松市北区細江町にある日本ケイカルの工場です。事故は昨日の朝に発覚しました。硫酸を希釈する水が何らかの原因で供給されず、タンクとパイプを損傷。流れ出た量は最大1000リットルとみられます。濃硫酸は土壌に浸透し、一部が水路に流出していて、周辺では今朝の時点で pH3.5 程度の酸性が確認されたということです。昨日から回収や中和作業が進められています。近くの米農家によると、周辺の田んぼは硫酸が流れ出た水路とは水源が違うため、影響は少ないものの心配だと話します。科学者が消防車が出てったもんですから、まさかとは思ったんですけど、化学物質が流れるなんて、想定外のことでしたので驚きました。今後ね、こういうことがないようにしていただくと、農家としてはありがたいです。工場では、珪酸カルシウムの保温剤を生産していて、生産時に出るアルカリ性の水分の中和剤として硫酸を使っているということです。硫酸は厳重な管理が必要な化学物質で、専門家は周辺で違和感を感じたらすぐに市などに相談してほしいと話します。濃硫酸は匂いのない透明な液体でありまして、粘性があります。水に溶けるため、見た目だけで硫酸がそこにあるかどうかを判断することは難しいと思います。 pH ですね、酸性度であったり、それから土壌の酸性度、こういったものを継続的に測定しまして、それによってしっかりと安全であるという、確証を得ないといけないかなと思います。今回の事故で怪我人や田畑への影響は確認されていませんが、工場側は水路には近づかず、井戸水は使わないよう呼びかけています。